初期屋のジューツープリスト、はい、橋本キラです。はい、ホカピンです。はい、じゃあ今回はですね、前回に引き続きレースデージェフの東京インターナショナルこちらの方を見ていると思います。勉強もお願いします。はい、橋本キラのジューツープリスト、この番組は株式会社ムンジでの金属工事ジューズ追跡一徹イサミラスコンチャス以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は2月23日、東京浅草のタイトリバーサイドスポーツセンターで行われた ASJJF 東京インターナショナル2020の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、今回はですね、前回引き続きのこの大会なんですけども、はい、本当コロナショックの直前に行われる大会でこの大会の後はね、もう本当軒並みキャンセルということになった最後の大会です。こちらの方見ていきたいと思います。はい、 VTR スタート。アダルトアブオープンライト1回戦、辰野千尋対キャサリン Q です。はい、これ辰野千尋選手ね、もともと MMA で活躍してた高橋千尋選手ですね、はい、そしてこのキャサリン Q は中国から参戦ですね、ちゃん、はい、ということでこの日本対中国、はい、このコロナショックの中、中国から来ている選手、うんうんうん、大丈夫なのかっていうところもありますが、はい、はい、この白い道着がキャサリン、はい、黒い道着が、高橋千尋、改め辰野千尋さんですね。はい、さあこの試合はどうでしょうか。今下から攻めているのが辰野千尋、もともとはね、パラエサの東京だったんですけども、現在はアクシス横浜ということになっております。で、はい、キャサリン Q 今ねバック取り掛けておりますよ。お、うん、さあどうでしょうか。キャサリンアーティスト MMA アカデミーということでね、はい、MMA もやってるんでしょうか、キャサリン、うん、さあ今トップゲームがやっぱり強そうな感じはしますよね、キャサリン。さあ今クローズガードに入れました辰野選手、はい、さあここからどうやって攻めていこうというと、下から腕すくってますね、うん、キャサリンはまずはクローズを割らないといけないですね、はい、結構しっかり入っちゃってますね、はあ、さあ中央に戻って再スタート、はい、相手のズボンを押しながらクローズを割ろうというところ、辰野選手は襟を引いてますね、はい、さあバランスを崩した、あ、これはいいですよ辰野選手、ここからね何かアタックができればいいんですけども、はい、相手の腕も流しつつ、これバックも取れますよ、うん、さあどうでしょうか。あ、ちょっとね、今のはチャンスだったんですけども、はい、クローズに戻ってしまいました。さあキャサリンもね、ちょっと今膝を入れてクローズを割って、さあここからいけるか、あ、ちょっとバランス崩してしまったんですけども、あ、ちょっと今これはどうか、今ここがちょっとチャンスか、辰野選手、辰野選手今ちょっといけそうなところだったんですけども、あ、ちょっとこれ腕取られてますかね、ちょっと反対側がちょっと見えづらいんですけども、はい、腕を取られてるような感じがします。あ、そしてパスだ、パスガードもされてしまいました、はい、しっかりとパスガードで3ポイント。あ、そして腕を取ってのこのアメリカーナ、はい、アメリカーナどうだ、さあしっかりと相手の手首も抑え込んでますよ、はい、決まりましたね、はい、4分50秒、アメリカーナで一本勝ち、1回戦勝利のキャサリン Q です。はい、はい、女子アダルトアワビオープンライト1回戦、辰野千尋対アガタフランコです。はい、これでね3人トーナメントということで、1回戦で負けた辰野選手がもう一人、はい、アガタフランコと対戦ですね、はい、アガタはねもうここで今アブソルート級オープンライトということでね、はい、出てきております。初の選手との試合どうか、
あなたはまだね、もう10代ですからね、まだジュブナイルです。本来で言えば、IBJJ のカテゴリー的にはジュブナイル。ですが、国内大会はアダルト出てますね。さあ、倒しましたよ。2ポイント。はい、2ポイント張りました。さあ、辰野選手、先ほどもね、ガードからのアタックを見せていたので、はい、さあ、このアタックはどうか、クローズガード。さあ、クローズガードからしっかりと作っていこうというところ。クラシックスタイルですね。さあ、しっかりとクローズからアタック。今、もう、あがたは膝を割り入れてますね。ここまでいけば、もうクローズガードは割れます。あ、そしてもう、すぐさまハーフ。さあ、ハーフガードから、上半身を固めいこうというあがた。辰野選手はね、ここちょっとなんとか戻したいんですけども。どうでしょうか。さあちょっとこのハーフガードから今足を抜こうというところ、そして肩固め、あ、もう一気にパスマウントで肩固めを仕掛けつつパスマウントの7ポイント入りました。あ、そして肩固めいきましたよ。しっかりと肩固めのセットアップ、ちょっとね呪術だとね、襟があるので肩固め決めづらいんですけども、どうでしょうか、はい、この部分。さあ、肩固めしっかり入っているように見えますが、まだまあ、辰野選手ね、ちょっとディフェンスはしてますよね。あがたは必要に肩固め、はい、あ、ちょっとまたちょっとと緩めつつまた締め直すというところ、さあ、あなたどうでしょうか。このまま肩固めを決めに行くのか、それとも次のポジションに移るかどうか、こだわるか。さあ、ちょっとやや時間かかってますが、このやっぱ時間かかるとね、締める方も疲れてきますから、それがどうなるかっていうところですよね。こだわるあなた、そして、はい、耐えている辰野、そしてニンザベリーですね。ニンザベリー、さあ、まだ行く、まだまだ作ってますよ、はい、さあ、ニンザベリーからマウントに行くのかどうか。さあ、マウントに来ましたけども、これは何のポイントの移動なし。あ、そして手首ですね。手首を決めに行った、はい、リストロックを決めに行った。リストロック、リストロック、あっと、これは肩固めだからリストロックですかね、はい、3分11秒、一本勝ちでアガタ・フランコ決勝戦に進出ですね。はい、はい、女子アダルトアブオープンライト決勝戦、アガタ・フランコ対キャサリン Q です。はい、1回戦を一本勝ちした同士の戦いですね、はい、アガタ・フランコ対キャサリン Q。 アガタ・フランコはナインナインジャパン、キャサリン Q は先ほども言った通り中国からの参戦、アーティスト MMA アカデミーですね。さあ、どうでしょうか、この2人の対戦。さあ、立ち技の攻防だ。さあ、スタンドから引き込まず2人とも立ち技で向かっていきましたね。2人ともね、先ほどはね、ちゃんとトップゲームをやっていましたからね。2人とも上を取りたいのか。さあ、あがた、あって片足タックル、片足タックル、いいですね、いいですね。あおっと倒しました。いいですね、しっかりと倒して2ポイント先制。そしてもうハーフガードの形ですね。足をの固めてはいませんが、これはもうハーフガード、あ、そしてハーフガードのレギュラーポジションですね。ちゃんとしっかりと相手の脇をすくってのハーフガードですね。さあ、おっと、このうまいですね、この2カットからのこのパスガード、しっかりとパスして抑え込みました。で、先ほどはねトップゲームでかなりいい勝負をしていたこのキャサリン Q なんですけども、ちょっとガードになるとちょっとしんどいか。あ、そしてサイドからマウントに行こうとしたところをハーフガードに捉えましたね。さあ、ここからフルガードに持っていくのか、そしてそれともここからスイープしていくのか。けど、またここであなたが足を抜いたらパスガードのポイント入ってしまいますからね。さあ、どうだ、受けそうですけど、ちょっと足、かかとですよね、これちょっともう
偶然の灯火みたいなところになってますけども、あの足抜けましたね、はい、パスマウント、おっとここで返せるかどうかというところです、返せず、はい、ということでパスマウントで一気に7ポイント入りましたね、ポイント差は結構出てきた、そうですね、テイクダウンの2ポイント、パスガードの3ポイント、そしてパスマウント行って、そしてまた肩固めだ、はい、さあアガタフランク、この肩固めをね狙っていきますけども、さっきもね肩固めは決まらずでリストアップに変えましたよね、はい、やっぱり重質だと肩固めは決めづらいというところなんでしょうか、はい、さあそしてもう肩固めやめましたね、サイドポジションでしっかりと押さえてというところ、はい、さあそしてニーザベリー、はい、ニーザベリーでさらにポイントを追加、もうちょっとかなり大差のポイント差ついてますね、キューちゃんは逆転の何かを、そうですね、ちょっとここまで行ったらね一発いかないといけませんね、はい、ここからポイントのね逆転はなかなか難しいので、はい、もう一気に決めに行った方がいいと思うんですけども、けどこのマウントをまずはエスケープしないといけないですね、さあどうでしょうか、もうマウントポジションこっからなかなか抜け出せないキャサリン Q、はい、もうこのまんまじっくりね、もうマウントポジションキープのまんまでいいですからね、うん、あがたは、はい、ということで18対0、18対0大差のポイント差で、はい、あがたフランコアダルト女子青帯オープンライト優勝ですね、はい、女子アダルト紫帯ミディアムヘビー決勝戦、ダルバ岩村対カロリーナ川原です、はい、さあこの2人の試合も久しぶりの対戦だと思いますよ、はい、ダルバ今村ナインナインジャパン、カロリーナ川原インファイトジャパン、カロリーナはね、はい、ヨーロピアン、ね、ポルトガルのリスボンで行われた大会で出場してメダルを獲得してのこの凱旋試合ということなんですけども、はい、ダルバはね今までちょっとトーンダウンしててあんまり試合出てなかったんですけども、久しぶりに遠征してきて試合出場というところですね、はい、さあこの2人の試合はどうでしょうか、女子アダルト紫帯ミディアムヘビーのワンマッチ決勝戦でした、はい、この階級はねダルバの階級にカロリーナが階級を上げて実現した一戦ですね、さあガードに引き込んだのがこのカロリーナ、トップから攻めているのがダルバ今村、黒い道着、今ねカロリーナ桑原はねキングスジャパンのスポンサーアスリートとしてキングスの道着を着て試合出てますからね、このダルバもねたまたまなんですけどもキングスの道着着てますね、さあダルバ今村、ダルバとねステファニーの、ね、今村姉妹でね頑張ってましたから、さあどうでしょう、ここのダルバ今ねダブルアンダーのパスの移行というところなんですけども、カロリーナうまくその圧を逃がしてますよね、こっからねダルバはねほらパスがいけそうなところなんですけども、ここを抑え込ませる前にちゃんと逃げる、やっぱここのガードワークがうまいカロリーナ、相手のね顔首肩ここら辺をねしっかりと押さえて逃げてますよね、さあそして中央に再スタート、はい、さあカロリーナ下から足取りましたね、あ足流しました、あさあこれはいいですよ、この50-50はいいですよ、さあ手が入ってはいますけども、この50-50ポジション、ここまでいくとカロリーナ多分返せるんじゃないですか、返せると思いますよ、さあいけるか、バラ崩して、さあこれ上取れればいいんですけども、まだいけますよこれカロリーナ、さあ上取れるか、取れるかカロリーナ、ダルバンポジションキープにちょっと精一杯なんですけども、さあ上取りましたね、うまいですねやっぱここら辺は、しっかりとチャンスをものにしましたカロリーナ、さあ上を取ってスイープの一方でですね、そしてこれニアバックだ、はい、足を入れていけばバックマウントの ポイントが入りますよ、はい、さあその前にもう襟を持っての締めを決めに行くのか、それともポジションを取りに行くか、さあバックは取ってスイープは取ったんですけども、フックを入れてないのでバックマウントのポイントはなし、はい、
さあどうでしょうか、このポジション。あ、ちょっとこれで、あ、落ちてしまいましたね、落ちてしまいました、下になりましたね。さあそして今度はウェイタースイープを狙おうというところですね。多彩なガードワークを見せるカロリーナ。あ、そしてデラヒーバーで相手が来たところをその勢いを買って上になる。いいですねカロリーナ、うまい。さあそしてこれ腕十字か三角か。あ、三角いきましたね。頭を抱えて今足のフックをしようというところ。足の足いきましたね。さあ三角締め、しっかりなんですね。さあ三角をちょっとねずれてますけどもね、この三角はどうか。あ、三角から腕ですね、腕と腕だ、腕いきましたね。はい、腕を伸ばして一本勝ち、カロリーナ4分15秒、腕十字で一本勝ち、優勝です。よかったですねカロリーナ。はい、女子の試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、アガタ・フランコ、そしてカロリーナ・クアファラ、この2人はねもうヨーロピアンとかにも出て海外大会でも活躍した選手たちなので、国内大会ではやはりの強さを見せてくれました。はい、それでは CM です。休日プリストセレクション。このコーナーは新商品やおすすめ商品などを紹介するコーナーです。今回も東京イサミの北野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のおすすめ商品は何でしょうか。はい、今回紹介する商品は、はい、加賀ブランドと呪術プリストのコラボ呪術着です。はい、はい、こちらも白もありますね。はい、はい、色の展開が白と青になります。はい、こちらグアムのブランドのハガブランドというところと、はい、ジュースプリストのコラボ道着になってまして、はい、あのジュースプリストが10周年ということで記念道着になります。まずデザインを紹介していきます。はい、はい、白と青両方とも黄色のステッチがベースになって、肩の部分にジュースプリストのロゴがドンと入ってますね。で反対側にはハガブランドのロゴが、かわいいですね、かわいいですね入ってます。で刺繍なのでプリントみたく洗って剥がれて落ちたりとかっていうのは心配ないので、はい、はい、刺繍も結構密になっているのでなかなか持ちが良さそうな感じがしますね。はい、はい、あと内側にはドンと派手な感じで、はい、はい、でも結構内側なので、はい、チラ見せしておしゃれな感じになるんじゃないでしょうか。いいですね、はい、内側のラインもなんかハガブランドとジュースプリストのロゴが交互に入ってて、なるほど、細かいおしゃれな感じ、はい、そうですね、下の部分スリットの脇にもこのデザインが散りばめられてますね。はい、で後ろは首の後ろにジュースプリストのロゴがあるだけなのでお好きなパッチとかも結構貼りやすい感じになってますね。はい、はい、あとはズボンの方紹介します。ズボンの方はそうですね、両方とも緑が結構アクセントになってますね。はい、で紐も丸紐で黄色ですね、ブラジルカラーっぽい感じになってて、本当だ、はい、かわいいですね。これも内側にまたおしゃれな感じで、はい、要所要所に入ってて、はい、いいですね。で後ろはプリストのパッチがワンポイントで入ってます。はい、はい、あとは裾の部分にプリストの刺繍がまた入ってるので、あちらですね、はいはい、あともう内側に同じようにラインが入ってます。はい、はい、上下持っても結構軽いですね、重さも、はい、軽量なので、はい、持ち運びとか試合とかでも全然着やすいと思います。はい、あとは嬉しい収納袋付き、はい、はい、そうデザインがやっぱかっこいいですね。あ、はい、いいですね、このまま背負ってそのまま練習行ってもいい感じだと思います。持ち運びに便利ですね。はい、便利ですね。これサイズ展開が H から A3 まであって、お値段が
白の方が19,900円、青の方が29,900円になってます。イサミ全店で取り扱ってますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここからはアダルトチャオビの試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、この大会でですね、チャオビデビューを果たすマテウス・ヒロトミ、この選手のね、試合ぶりしっかりと見ていてください。はい、VTR スタート。はい、アダルトチャオビライト1回戦、山田大成対マテウス・ヒロトミです。はい、出てきましたマテウス・ヒロトミ。はい、ね、この大会のね、前の大会で、紫帯で優勝して茶帯になりました。そして今大会で茶帯デビュー戦ということで、はい、この、ね、技の試合の前に能技の試合でもすぐさま優勝してますね、一本勝ちしてます。さあ、そしてこの技の試合はどうかというところで、この山田大成、この山田大成もね、はい、もう茶帯の、ね、ベテランですから、さあこの2人の試合はどうか。で、紫帯と、ね、茶帯の違いっていうのはやっぱり足関節が解禁になることですね。トーホールだったり膝十字だったりが解禁されるので、はい、そこの部分がどういう風になっていくのかっていうところが見どころなんですけどもね、はい、けどまあ能技の試合ではマテウスはね、もうそのトーホールで一本勝ちしますから、さあこの試合でもそういった足換の攻防は見れるのかなと思っておりますが、どうでしょうか。はい、さあ、そして今クローズガードに取っているのが山田大成、太田道場ですね。マテウス・ヒロトミはナインナインジャパン。さあ、マテウス・ヒロトミどうでしょうか。フロントガードをしっかりと膝を押して外していこうというところ、はい、さあどうでしょうか。あ、おっと、いいですね、こういうところがね、はい、いいですよね。隙あらばすぐ行くぞっていうところが、はい、このパスもいいじゃないですか。あ、ちょっともう、もう持ち上がっちゃってるぐらい。山田選手のこの、ね、ガードワークもいいですよね。しっかりとマテウスのアタックをしのぎつつ、はい、ガードの形を作ってますからね。さあ、これ足取りに来ましたよ、足取りに来ましたよ、足取りに来ましたよ。さあどうだ。取り合い2人ともね、この足を取りに行こうっていう、このレッグロッカーたちがね、アスカン注意ですね、まさしくアスカン注意。あ、そう、この50-50作りましたね。はい、さあ50-50から、あ、トーホールド、あ、と行きましたね、トーホールド行きましたね。さあ、マティウス、この状態はどうか。あっと、この膝が曲がっているとね、ちょっと決まってしまうんですけども、どうだマテウス、どうだ、耐えきれるかどうか。場外際、場外際、場外際、あおっと、この足首どうだ。あっと、タップ、いや、マテウスなかなかしんどい。2分53秒、まあ、このまんま倒れたまんまですね。はい、アダルトチャオビライト決勝戦、山田大成対中国の村上です。はい、1回戦を一本勝ちした山田大成、はい、決勝戦もまた日系ブラジル人との対戦、はい、チャゴ村上はインファイトジャパンですね。これ山田大成選手もね、ライトフェザーとかフェザーとかの選手なんですけども、今回階級を上げて出てきて素晴らしい一本勝ち見せました。はい、さあ、そしてこのチャゴ村上、インファイトジャパン、さあどうでしょうか。もうこの試合もね、事実上の無差別なところありますよね。山田大成選手ね、しっかりと試合経験を積んでってますよね。はい、もうエース JJF、JBJJF 関係なく試合に出て、どん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 試合経験を積んでいるところが素晴らしいと思います。はい、さあ、またガードに引き込んで、相手の袖、襟を持ちつつ、足で相手をコントロールしてますね。はい、おっと、うまいですね、ここら辺のところはいいですね。今もちょっと相手を浮かせつつスイープ仕掛けたんですけども、チアゴ村上はうまくディフェンス、はい、けど下からもう襟持ってますね、下から脇をすくってます。この状態は山田選手いいですね。さあ、そこから、はい、
バタフライスイープフックしてここから返せるかどうか。さあリバースラヒーがそして相手を浮かせつつというところで、チャゴ村上もね、あちょっとバランス崩して下になりましたね。さあここで上行けばポイント入ったんですけども、あえて下になりました。山田大成、いいですね、この形いいですよ。山田選手、山田選手この体勢はいいですよ。相手をねちょっと送りながらその勢いを使ってのスイープもできますし、やっぱこうなりますよね。しっかりとスイープ、まだ2ポイント。さあハーフガード、さあハーフガード作りましたよ、はい。さあチャオ村上ね、相手をちょっとの腰を押して戻したいんですけども、ちょっとやや相手のプレッシャーが強いか、ちょっとね階級が下なのにいいプレッシャーかけてますね、はい、山田選手。あそしてパスガード、パスガードをして、さあ今この状態はハーフかサイドか。おっとこれはどうだ、おっとこれチョイバー的な感じで落ちつつも、そして腕十字だ、すごい、いやテクニック見せましたね山田大成、はい、3分10秒一本勝ちでアダルトチョビライト優勝ですね、はい、素晴らしい一本勝ちでした。はい、アダルトチョビオープンライト1回戦、マテウス・ヒロトミ対木村貴博です。はい、マテウス・ヒロトミのこの足首見てください、このテーピングガッチリですよ、ガチですね、試合出れるか分からないって言って無理して出ることないのに、うん、それでも出てくる、このバイタリティがブラジル人ですよね、はい。さあ対するは木村貴博選手、アクシス千葉です、はい。マテウス試合できるかどうか分からないって言ってね、こんなガチガチに、結構ガチガチですね、そこまでしてやらなくていいんじゃないのかと。マテウスはね普段はねもう現場仕事やってますから、ね、試合で痛めてね足首痛めて、そう現場でね足場とかでねちょっと起こったりしたら死亡しますからねそうですね、もう高いところでね工事してますからしんどいですよ、大丈夫でしょうかね、本当にねちょっと心配になってしまいますけども、気持ちが強いですね、そうですね、無理しちゃダメですよ、あそしてけどこの動きはいい、足首痛いと思いきやけどそこからもうバックだ、バック取りましたよ、はい。さあ送り締め送り締めバック、あそこから屋根切りチョークに変えて、おっと1本すごい早い、凄まじいですね、はい、ちょっと足痛そうな感じしますけども、はい、2分32秒、屋根切りチョークで1本勝ち、マテウスちょっとやっぱり痛そう、はい。アダルトチャンピオンオープンライト決勝戦、山田大成対マテウス・ヒロトミです、はい。さあどうですかこの試合、階級別のリベンジマッチ、はい、さっきはねもう足ぶっ壊されてますから、はい、大丈夫でしょうかマテウス。さあそしてまたもや先ほどと同じ、はい、全く同じ展開ですね、クローズガードからの釣り上げ、さっきのねこの試合ぶりが蘇るこの展開、はい。さあマテウスどうだ、やっぱね山田選手はね試合巧者ですからね、やっぱ隙がねあれば一気に決めていきますよ。今日ね階級別は2試合とも一本勝ちで優勝してますからね、はい。さあけどこのマテウスも怪我をして出てきて、はい、1回戦を一本勝ちしてますからね、はい、決めが強い選手同士と言っていいんじゃないでしょうか。そして階級別のリベンジマッチ、はい、次は負けてやらないぞって感じですね、そうですね。さあこのクローズガードの攻防が続く、
山田選手もね、このクローズガードの頂戴でしっかりとポジションキープしてますよね、はい、ちょっと脚力がねすごいですよ、そうなんです体を抑えてるんだよね、疲れてね、ちょっと落ちてきちゃったりするんですけども、すごい。さあそして足を越えていこうというところなんですけど、今ハーフガード、はい、けどハーフガードもしっかりと足組まれてますよね、はい、あそしてラペラを引き出しました。マテウスラペを引き出して首を抱えながら、はい、そして足を抜こうというところ、さあそしてまたこの状態ですね、相手との距離が詰まっててもこの足を使ってね、しっかりとスペースを作っていくこの山田大成、さあマテウスもねちょっと相手がねしっかりと襟袖持ってきてるのでなかなかちょっと動きづらいと思いますけども、さあどうだ、ここの相手の襟を持って山田大成は相手を押し込むというところですかね。さあそしてこのスイープ、はい、さあ足でちょっとリバースクローズガードになりましたね。また足か足を取ろうというところか、また足を狙っていくか、うん、さあどうだここの状態、リバースクローズガード、はい、この状態になるとねどっちもちょっと攻めにくいですよね、うん、マテウスも正対したいところけど山田の方はねこれ足取れますからね。さあこのテーピングで固めた足首が目の前にあるぞと、さあこの足首を取りに行くのかどうか、それともマテウスがパスを行けるかどうか、さあ階級別のリベンジマッチ、あそしてパスだ、あけどまだやっぱ上腕にねスパイダーがかかってましたからね、お行きましたね、バック取りかけてますよ。さあこれちょっとこれチャンス、マテウスチャンス、はい、ああけどやっぱりここら辺はガード校舎、山田うまいですねやっぱりここら辺は。さあデラヒーバガード深く足入れてますよ、あバランス崩した、バランス崩したけどもとりあえずは戻しました、はい、さあここは互角の攻防、さあ膝をいけるかどうかマテウス、ここはなかなかねちょっと際の攻防って言っていいんじゃないでしょうか、おおいいですね、お一気に飛び込んでいった、はい、さあこれバックどうですかね、さあ足のフックはどうか、その前にちょっと首先に取りに行ってますね、足のフックを入れる前に首を取り切りました、はい、マテウス・ヒロトミ6分27秒リアネキチョークで一本勝ち、階級別のリベンジ、そして無差別級優勝、おめでとうございます。すごい、はい、アダルト・チャオビの試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、このマテウス・ヒロトミのチャオビデビューだったんですけども、階級別で一本負けですが無差別でその負けた相手に一本勝ちで優勝という感じでね、マテウスのねもうなんか執念、これがすごかったと思います、うん、はい、マテウス君のこれからも応援していきたいと思います。呪術プレイスト、はい、今回は ESJJF 東京インターナショナル2020の試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、前回で今回2回にわたって見ていただいたんですけども、この大会をもって日本国内は大会の延期キャンセルということになってしまいました。コロナショックがありますので、それでね大変になっていきました。これから大会がねいつ再開されるか分かりませんので、こちらの方もね再開した暁にはまたこのニュースプレゼント配信していきたいと思います。はい、では最後に提供をお願いします。はい、下本県の呪術プリスト、この番組は株式会社ムンディネロ、金属工事呪術一式一徹、イサミラスコンチャス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全社会同時配信でお送りしました。はい、下本県の呪術プリスト、また来週お目にかかると思います。さよなら、さよなら。